先にご飯をいただきます、はい、旅館でのご飯。こういうアイス食ったことある？こちらです。すごいね、すき焼き。なんだっけ、すき焼き。すき焼き、すき焼きですよ。いっぱいあるからね、ぜひいただきたいと思いますよ。なってるんやわ。なってるやつが、うん、こうね、うん、頭飛ぶんやわ。パシッ。うわ、あら、飛んだ。飛んだよ。すごいやん、それ。何それ、手品。手品。そうや、手品。うん、飛んでもらった。そうやじゃないよ、ちゃんと説明をしろよ、お前は。何がそうややん。何が入ってた、何が入ってんの、それは。これツナ。ツナ。ツナプチトマト。ツナを入れただけのトマトってことですね。入れただけのトマト。詳しいやな。めっちゃうまい、これ。なんか、非常に塩味が濃い、だしに使ったそうめん。いや、そうそう、食べてみたら分かるって。塩味の濃いだしに使ったそうめん。うん、美味しいな。キノコの味がすごい。おお、うん、よかったな。美味しかった。美味しかったかはおかしいな。罰ゲームみたいになってるな、美味しかったかは。何それね。芋焼酎。召し上げて。なる、芋焼酎。芋ちゃう。麦。麦焼酎。麦焼酎。ロックやから。いらんの行くね、ナミさん、なんか急に。あーあいや、もう2日目やからね。喉に爆弾を仕込まれたみたいな。爆発はしてない。爆発はしてない。爆発はしてない。仕込まれただけだな。仕込まれただけ。ああ、そう。ここに乗ってるやつはね、ナミさん大好物ですね。ドハマりした。そう、皆さんにお見せしないけどね。伝説の生姜。うん、昨日ね、なんかこれの先っちょにね、生姜さらにくっついてるみたいなやつをナルさんがもらってね。先っちょ以外は生姜じゃないみたいな。おばちゃんに。で、おばちゃんにね、何個ももらってたんだよね。それぐらいハマってたんで、彼は。おばちゃん喜んでたもん。もしだから、もしなんかでナルさんに皆さん何かあのプレゼントあげたいっていう際は全部もう生姜で。生姜。お願いしたいですね。この S な、うん、そう、こういう S ね、これ S、 S にこう、そう、うまいな。 S 字アユという料理。何が面白いん、料理名やから。何笑ってんねん。S 字アユっていう塩焼きな、うん、うまいな。ありがとう、食べてくれて。うん、ね、言うて、うん、あ、いよいよ、そんな別にそこまで。あ、うまありがとう。もうしょうもないことしてるね。何年生きてきたんだろうね、俺ら。向こう魂。向こう魂。向こう魂。はい、こちら。ほう。これですね。向こう魂。はい。騙すっていう。そう、向こうを騙した。偽物です。あ、お餅の偽物。はい。もうこれで騙したんや。なるほどね。お餅だよ、つって。でもお餅じゃないよって。これが向こう騙し、うん、それでリスナーも騙す。騙さへんよ。何を言うんだよ君は。本当に、じゃあ向こうを騙すんだから、将来にそういう風に使ってねって、そういう紹介でいいんだよ。視聴者も騙していく。余計なこと。本当にまるで俺がそうしてるからするよね、彼は、うん、俺の口には合わないな。やっぱ俺はそういうのは騙すとか騙されたらそういうのやっぱ良くない。はっきり、はっきり言ってるとかじゃなくて、あの、騙すとか騙さないとかそういうのはやっぱダメだな、俺には。うん、飯よそってあげるわ。じゃあ飯よそってあげるわ、俺が。いいの、ねぎらいや。はい、なるさん、なるさんです。すごいやん、なるさん、いっぱい食べるやん。いっぱい食べるね。昔話やんけ、これ。あんねん、もうしゃあないよ。昔話やん。食えよ、ちゃんと全部。田舎料理。うまさ。わかるか？お前らにわかるか？
まあ、奈良さん、皆さん言ってますよ。お前ら、分かるんか、分かるか。分かるかとか言って、お前さ、その尻尾の部分が俺の食についてるから。そんなに目的で入れてんの？どこで使うねん、そんなシーン。そう、今俺見たけどさ、どこで使うの今の。使える。めちゃくちゃするやん。要所要所で。要所要所で、お前。卵混ぜるとこは。ああ、財布内試験ね。普通にあったからな。あった。それはでも、もうそれで終わりやもん。沈めたろうかも。東京に。